古材を扱ってる中で、どうしても古民家の相談、リノベーションの相談ですね、を受けることが多くなりまして、でなかなか今まではもう材料だけの販売だったんですけれども、今度は、ね、そういうご相談も受けてしまおうということで、ちょっと取り組んでみました。まずこう地元で、の工務店さんで、ずっと宮大工をされてる方と知り合うことができて、でまたまた偶然なんですけれども、その方の奥様が設計士さんということで、まあ、最強タッグがこう地元にいましたので、ぜひ協力をということで今回お願いしました。境出にも宮大工の方がいらっしゃったというのは、私はちょっと驚きではありましたけれども、やっぱりそういったニーズ、こういったところでもあるんですね。まあやっぱり各地区にね、お寺とかやっぱり氏神さんとかありますんで、まあ僕たちの考えとしてもやっぱり地元の大工さんがそういうのを直していく方がやっぱり愛着も湧くかなと思うんで、まあできるだけ限り、まあ、そういう勉強をしてそういう仕事もしていくように心がけています。皆さんの古民家って、そのやっぱり捨てるにはもったいない、まだまだって思われるとこ多いですか？そうですね、まあここの事務所も97年前のものなんですけども、まあ当時考えたら当たり前のことが今見るとやっぱりすごくこう手のかかった丁寧な仕事されてるので、でもそれをもう壊してしまうともう戻ることはないので、そういうのをやっぱりできる限り残して直して、まあ古民家の再生というかのをしています。でもやっぱりこう施工主さん、お客様の声もしっかり耳を傾けつつとそいううでことですすよね、ね。はい。これからの活躍期待しておりまありがとうございます。す。実際こちら、塚田木材さんの事務所の方も手掛けられたということで、新しさと古さがすごくやっぱり融合されてすごいなって思いました。ありがとうございます。やはりこれからもそういった部分はちょっと心がけてっていうふうに考えてらっしゃるんですか？そうですね。それはやっぱり常に意識してて、まあ、今回この仕事をいただいた時も、もうすでに十分いい空間ではあったんですが、さっきもおっしゃってたように、どんな風に新しいものを入れるかというものを、ずっと考えながら最後までやってきました。再生されて、また新たな命が吹き込まれるって、見ててでも楽しいですよね。確かにそうですね。どっちにしてもこう新しいもの、古いもの、時間のエッセンスがあるので、それが混ざることによって新しいものができてくるっていう、この時間の概念をずっとこう仕事として捉えてるので、今回また新たなゾーンが切り開けられたなと思います。またじゃあ新しいステージができた場合には、また声をかけてください。はい、よろ楽ししくおみにし願いてしまます。す。はい、今日はどうもありがとうございました。